皆さん、どうもこんにちは。プリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今年もついに iPhone 16シリーズが発表されました。皆さんは新しい iPhone 買いますか？新型 iPhone は買わないけど、一つ前のモデルに変えようかなって思ってる方もいると思うので、今回は iPhone 16シリーズの方から、一つ前のモデル15シリーズを購入される方が、特に遊んでほしいゲームを10選厳選していきたいと思います。今回紹介するスマホゲームはダウンロードから全て無料になりますので、少しでも気になったら、ぜひね、動画の説明欄からダウンロードして遊んでみてください。それでは早速動画の方見ていきましょう。まず最初に紹介するのはアサシンクリードミラージュになります。本作はですね、古代中国を舞台にしたオープンワールドアクションゲームです。プレイヤーはアサシンとして神鳥の暗躍とする敵と戦います。ゲームでは地上や空中での移動や戦闘が可能で、リアルなアクションが楽しめます。ゲームの世界は歴史的な背景や文化をもとに架空の要素を加えて作られています。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、キャラクターのカスタマイズが楽しめます。こちらアサシンクリードミラージュはゲームではキャラクターの性別や見た目を自由に設定できます。武器や衣装も多数用意されており、自分好みに合わせて変更できます。さらに武器や衣装には特殊なスキルや効果があり、戦闘に影響します。続いてですね、マルチプレイが楽しめます。本作はゲームでは最大4人のチームを組んでミッションに挑むことができます。チームメイトと協力して敵を倒したり、拠点を攻略したり、宝物を探したりすることができます。チームメイトとのコミュニケーションも重要で、ボイスチャットやエモートなどで交流ができます。それ以外にもですね、美しいグラフィックスと音楽が楽しめます。こちらアサシンクリードミラージュはゲームのグラフィックスはフォトリアルで細部まで美しく表現されており、映画のような臨場感があります。ゲームの音楽は中国の伝統的な楽器やメロディーを取り入れたものが多数収録されており、ゲームの雰囲気に合わせて変化します。次に紹介するのは、コールオブデューティー、ウォーゾーンモバイルになります。本作は、コールオブデューティーのフランチャイズの新時代を切り開き、最高レベルのクオリティのバトルを楽しめれる、バトルロイヤルモバイルゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、ウォーゾーンモバイルをスマホで楽しめます。一般的に知られている、コールオブデューティーウォーゾーンはね、ゲームを遊ぶために、ゲーミング PC や家庭用ゲーム機が必要なんですけども、こちら、コールオブデューティーウォーゾーンモバイルはね、お手持ちのスマホで、いつでもどこでも、本格的なバトルを楽しめます。本作はね、お手持ちのスマホ1台で本格的なコールオブデューティーのゲームプレイを体験できます。さらにね、最高級のグラフィックスと直感的な操作で遊べたり、動きやエイム、武器のハンドリングに至るまで全てがモバイルゲーマー向けに設計されています。もちろんね、アニメーションやサウンドの最適化やプレイヤーが求める究極の精度、リアリティ、パフォーマンスを実現しています。それ以外にもですね、最大120人の実際のプレイヤーとバトロワを楽しめます。こちらコールオブデューティーウォーゾーンモバイルはね、最大120人の実際のプレイヤーとバトロワを外出先で遊べるんですけども、新しいコールオブデューティーのテクノロジーを採用し、フレンドやチャットチャンネルなどのソーシャル機能や所持している武器だったりバトルパスなどが共有になるので、シームレスにコールオブデューティーを遊べます。次に紹介するのは原神になります。本作はアニメのような超高画質の 3D 画質と無限に広がるオープンワールドを冒険できる新世代オープンワールド型アクション RPG ゲームです。2022年にリリースされ、短い期間で App Store ベスト iPhone ゲームや Google Play ベストゲームなど数々の賞を受賞しています。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、波乱万丈の冒険の旅が遊べます。超高画質の山々や川、美しい背景の中でね、無限に広がる広大な世界を自由に冒険することができます。本当にね、ソロプレイで没入感を味わえます。続いてですね、7つの元素を駆使した戦闘が楽しめます。風、炎、雷、水、氷、草、岩の7つの元素が存在してるんですけども、元素を組み合わせることでね、強力な力を生み出すことができます。水と炎で蒸発させることができたり、多彩な戦闘を楽しめます。それ以外にもですね、本格的なマルチプレイが楽しめます。こちら原神はですね、ソロプレイでも十分に楽しめれるゲームなんですけども、フレンドを招待して友達と協力して遊べるマルチプレイもあります。さらにですね、別ハードのプレス4、 iOS、 Android、 PC 間でマルチプレイも可能なので、たくさんの友達と一緒に遊んでみてくださいね。次に紹介するのはディズニースピードストームになります。本作はディズニーのキャラクターたちが登場するエキサイティングなカートレースゲームです。プレイヤーはミッキー、ドナルド、アリエルなどディズニーの人気キャラクターを操作し、多彩なコースを駆け抜けます。シンプルな操作で楽しめる一方で、戦略的な要素も含まれており、子供から大人まで幅広い層が楽しめるゲームとなっています。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、ディズニーキャラクターたちとのレース体験を楽しめます。こちらディズニースピードストームはミッキー、ミニー、グーフィー、アリエル、ムーランなど多くのディズニー
キャラクターが登場し、それぞれのキャラクターには特有のスキルやカートが用意されています。キャラクターごとの個性やスキルを活かしてレースを進めることで、ディズニーファンにはたまらない体験ができます。続いてですね、多彩なコースとカスタマイズ要素を楽しめます。本作はディズニーの映画やアニメの世界観を反映した多彩なコースが用意されています。アグラバーの砂漠、アトランティカの海底、そしてスティッチのハワイなど映画の舞台を駆け巡ることができます。さらにカートやキャラクターのカスタマイズも充実しており、様々なパーツやスキンを集めて自分好みのカートを作り上げる楽しみがあります。それ以外にもですね、友達と楽しめるマルチプレイモードを楽しめます。こちらディズニースピードストームは友達と一緒に楽しめるマルチプレイモードが搭載されています。リアルタイムで他のプレイヤーと対戦できるため、家族や友達と競い合う楽しさがあります。さらに定期的に開催されるイベントやトーナメントでは特別な報酬が手に入ることもあり、やり込み要素も充実しています。次に紹介するのはワンピースバウンティーラッシュになります。本作は最大4対4のチームで繰り広げる本格アクションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、ワンピース初となる最大4対4のチーム対戦アクションが楽しめます。こちらワンピースバウンティーラッシュはね、ワンピースでは初となるね、最大プレイヤー4対4のチーム対戦アクションゲームなんですけども、もちろんね、一人でプレイできるソロプレイモードも遊べます。この機会ね、各キャラクターの能力を活かしてね、お友達と協力して遊んでみてくださいね。続いてですね、3D で表現されたワンピースの世界を舞台にね、本格アクションバトルを楽しめます。こちらワンピースバウンティーラッシュはね、ワンピースのあらゆる世界が対戦バトルのステージでね、プレイヤーはね、お気に入りのキャラクターを操作してね、ステージ上の多彩なアイテムだったり豊富なギミックを回避しながらね、本格的なアクションバトルを遊べます。それ以外にもですね、ワンピースシリーズの多彩なキャラクターを楽しめます。本作はですね、ワンピースの人気キャラクターだったり、過去に登場したマニアックな登場キャラクターや最新のキャラクターまでね、非常にね、豊富なキャラクターを操作できます。キャラクターによってね、戦闘スタイルが変わるのでね、いろんなキャラクターを遊んでみてくださいね。次に紹介するのは e フットボールになります。本作はコナミのサッカーゲームウイニングイレブンの公式スマホゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、ウイニングイレブン初の誰でも無料で遊べます。こちらウイレモバイルはね、一般的な家庭用ゲームのウイニングイレブンシリーズのゲームと違ってね、いつでもどこでも誰でも無料でね、ウイニングイレブンが遊べます。さらにですね、超高画質の 3D 映像だったり、おなじみの本格的なサッカーゲームが楽しめます。続いてですね、スマホの簡単操作で本格的なウィニングイレブンが楽しめます。本作はね、家庭用ゲームのウィニングイレブンシリーズと違ってね、コントローラーを一切使わないのでね、スマホのシンプルなタッチ操作でね、しっかりウィニングイレブンが楽しめます。それ以外にもですね、オンラインでリアルタイム対戦が楽しめます。こちらウィーレモバイルはね、無料ゲームにもかかわらずね、目の前のお友達と手軽にローカル通信で遊べたり、遠くにいるお友達やフレンド登録したお友達とね、リアルタイム対戦が楽しめます。またですね、多くの欧州ビッグクラブチームが収録されていたり、サッカー世界のレジェンド選手から今大人気の選手までね、本当にね、豊富な選手が使用できます。次に紹介するのは前列ゾーンゼロになります。本作は崩壊サードや世界的な人気を誇るオープンワールド RPG ゲーム原神を作った会社ミホヨが手掛ける新作スマホゲームでね、都市ファンタジーアクションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、アニメのような壮大な世界観と魅力的なキャラクターを楽しめます。こちら前列ゾーンゼロはね、舞台は現代文明が滅亡という名の超自然災害によって壊滅した終末世界が舞台でね、スタイリッシュなアートスタイルと多彩な個性を持つキャラクターを操作してね、スキルや無限の組み合わせがある QTE を発動しながら爽快アクションバトルで遊べます。続いてですね、友達と協力して探索やダンジョンを楽しめます。本作はですね、身近なお友達だったり、オンライン上で知り合ったお友達とチームを組んでね、友達と協力してフォローを探索できたり、強敵と戦ったり、ハイスピードな戦闘と変化するダンジョンを遊べます。それ以外にもですね、超美麗に描かれた世界観とド迫力な戦闘シーンを楽しめます。こちら前列ゾーンゼロはね、これまでに配信された名作ゲーム原神や崩壊サードに負けないぐらいね、本当にね、爽快なアクションと戦闘システムだったり、ハイクオリティなグラフィックス、エフェクトがね、体験できます。次に紹介するのはデッドバイデイライトモバイルになります。本作はキラー殺人鬼と呼ばれるキャラクター一人とキラーから逃げながら協力して脱出を試みるサバイバー生存者4人で対戦する、世界で驚異的な人気を誇る大人気対象ホラーサバイバルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、デッドバイデイライトシリーズ初の無料ゲームになります。これまで発売されてきたデッドバイデイライトシリーズの PC 版だったり、プレステ4や Nintendo Switch 版ですね、ゲームソフトを買う
うのにお金がかかってしまったりですね、オンラインで友達と遊ぶためにお金がかかってしまうなど有料ゲームだったんですけども、こちらデッドバイデイライトモバイルはですね、ダウンロードからプレイまで全て無料で遊べます。続いてですね、デッドバイデイライトが簡単操作で遊べます。 PC やプレステ4や任天堂スイッチ版に比べてですね、こちらデッドバイデイライトモバイルはね、画面を切り替えることなくサバイバーやキラーを選ぶことができたりですね、プレイを開始するまでの時間を簡略化しています。またですね、肝心の操作性はね、タッチで直感的にプレイできるようになっています。さらにですね、サバイバーは自動的に走れたりね、画面を押している間だけ画面が180度反転する機能があったりとね、誰でも短い時間で簡単に遊べるようになっています。それ以外にもですね、無課金でもがっつり遊べます。本作はもちろん課金要素はあるんですけども、チュートリアルのクリアだったり、ログインボーナスやデイリーミッションやキャラのレベルなどでもらえる報酬を使うことでね、無料でサバイバーやキラーを入手できます。本当にね、無課金でもがっつりやり込めるので、ぜひ遊んでみてください。次に紹介するのは新三国無双 M になります。本作は三国時代の中国を舞台に魏呉蜀などの5つの陣営に属する武将たちと共に戦うアクション RPG ゲームです。さらに光栄テクモゲームスの人気作新三国無双8のライセンスを受けてネクソンが開発配信をしています。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、爽快な無双アクションを楽しめます。こちら新三国無双 M は画面をタップして無数の敵兵をなぎ倒す爽快感を味わいます。武将ごとに固有の無双スキルや戦術を使って戦場を駆け巡りましょう。続いてですね、豊富な武将と育成要素を楽しめます。本作は50名以上の武将が登場し、それぞれ個性的な声優やグラフィックが用意されています。好きな武将を選んで装備やスキルを強化していきましょう。自分の本営を建設運営して資源を生産したり、武将の能力を上げたりできます。それ以外にもですね、三国志の世界を楽しめます。こちら新三国無双 M は三国時代の中国本土を再現した13地域全259ステージの超大型マップで、歴史的な戦闘や事件を追体験できます。石壁の戦いなど三国志の名シーンが美しいグラフィックで再現されています。最後に紹介するのはポケモン GO になります。本作は世界のゲーム業界に革命をもたらした架空世界と現実世界を融合させた AR ゲームです。2016年にリリースされ、累計ダウンロード数が10億回以上を超えていてですね、数々の賞を受賞しています。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、リアル世界でポケモンと一緒に遊べます。こちらポケモン GO はですね、スマホを通すとね、フィールドマップ上にポケモンが現れてですね、画面をタップするとね、ポケモンと遭遇します。スワイプし画面上のモンスターボールをポケモンに投げることでね、捕まえることが可能です。ポケモンはね、ボールから出たり逃げてしまったりすることもあります。動きをよく見てね、モンスターボールを投げましょう。続いてですね、ポケモンの醍醐味である強化や進化要素が楽しめます。本作はね、強化は星の砂とポケモンの飴を使うことでね、強化可能です。進化可能のポケモンにはね、ポケモンの飴を使って進化させることができますね。たくさんのポケモンを捕まえたり進化させるとね、ポケモン図鑑を完成させる遊び方もできます。それ以外にもですね、育てたポケモンでバトルが楽しめます。こちらポケモン GO はね、4種類のバトルモードがあってですね、別のプレイヤーがポケモンに配置しているジムでね、バトルが楽しめます。こちらポケモン GO はね、4種類のバトルモードがあってですね、別のチームのプレイヤーがポケモンを配置しているジムでね、ジムバトルだったり、他のプレイヤーと一緒に協力して戦えるレイドバトルや、友達と対戦ができるトレーナーバトル、悪の組織ロケット団とバトルができるゴーロケット団などね、多彩なバトルが遊べます。はい、ということで今回なんですけども、 iPhone16 シリーズから一つ前のモデル15シリーズを購入された方で、特に遊んでほしいスマホゲームを10選紹介しました。少しでもね、参考になりましたら動画の高評価もしくはね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんの動画のコメントや高評価チャンネル登録が次の動画を上げる本当に励みになってますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。またですね、今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのね、おすすめスマホゲームをぜひね、コメント欄で教えてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介します。またですね、 YouTube をチャンネル登録してもらうと YouTube のコミュニティ欄を見ることができます。動画よりも早く速報で新作スマホゲーム情報やスマホゲームの全登録情報を定期的に YouTube のコミュニティ欄で紹介しますので、もしよかったらね、ぜひこの機会に YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にですね、公式 LINE もやっています。 YouTube では紹介していないたくさんのスマホゲーム情報を公式 LINE でも紹介しますので、もしよかったらね、ぜひこの機会に動画の説明欄から公式 LINE の友達追加もよろしくお願いします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。